い、どうもこんにちは、岩下スティーブンですよ。ご飯ですよ。さあ、そんなわけでね、今週もね、ほらこれとかこれとか、あ、逆だ、これとかこれとかね、ね、さらにゴールデンカムイのファンブックも出ましたよ。まだ前に出たレジェンド系が全然ままなっていないんだけどね。まあいろいろ出ていますけど、とりあえず今回紹介するのはもちろんこちら、仮面ライダーカリバーがジャオードラゴンに変身するためのアイテム、その名もデラックスジャオードラゴンワンダーライドブック。箱に書いてあるこれの時点でいつもとちょっと様子が違うんですよ。まあでも名前は変わらずワンダーライドブック扱いなんだ。正面に書いてあるこれがカリバーのジャオードラゴン。顔だけ見たら色とかデザイン的になんかグレートクローズっぽいな。んで箱の横にはこれがジャークドラゴンの肩も入った姿、なかなかトゲトゲしい姿になるね。んで箱の裏、カリバードライバーでジャオードラゴンに変身。ちゃんと全身見ればそんなにグレートクローズっぽくはないわ。ページを再び閉じて必殺技、もちろん単体でも遊べます。ほんじゃこちら中身を見ていきましょう。じゃおうおうじゃ、上映の最終日にようやくテネットを見たんですよ。ずー、なんだこれ、しっかり包まれてる。今までとなんか雰囲気が違うぞ。だいたいこれ引き出したら中身むき出しだったからね。こっちにもじらし蓋っぽいのつけてくれんだ。で、あー別にこれ説明書テープでつけなくていいよ。こっちから剥がすのがちょっとまた怖いんだ。よし。ほんで中身がこちら、ほいっと。え、でっか。思ってたよりこれブックでっか。しかもなんかすでにもうちょっと開いちゃってる。いろいろとすごいな。どういう状態？手に持った感じも圧倒的にでっかいな。とりあえずページを閉じて、あ、ちょっと引っかかりがある。こちら本体を見ていきましょう。というわけで、ジャオードラゴンワンダーライドブックですけど、やっぱりまず最初に思ったのがでっけえってこと。画面越しだと分かりにくいと思うから、これ通常のやつと比較するとこうですからね。サイズ感で言ったら3歳4歳年が離れてるお兄ちゃんぐらいでっかい。てっきりこのサイズ感で出てくるもんだと思っていたからびっくりだよ。横を気にすれば分かりやすい。ほんと倍の大きさで、さらにこれ横から見ると分厚さも段違い。分厚さに関しては1、2、3冊分ぐらいあるよ。これはまあかなり強化されてんだなって感じはしますね。さあ表紙の方、タイトルはジャオードラゴン。書体の方はジャークドラゴンと同じやつ。紫の中に黄色のグラデーションが入っていますね。ジャの王だから最低最悪の王様だわ。で、表紙にはこの真ん中のやつがジャオードラゴンなのかな。紫のドラゴンで、その周辺に1、2、3、4体の金色のドラゴンがいます。あ、で一応これ属性あるんだ。属性は神獣ってことは、今後もこのフォーマットで色々出てくるってこと。あとはページの横のところがギラギラの金メッキになっています。これは特にライダー文字とかではないし、何の模様なんだろう。まあ、よくわからん模様が書いてあります。ほんでさっきも見たけど、横から見るとだいぶ分厚くなっていて、後ろの方が、あー、そういう感じ。後ろの方は元のブックのサイズ感に近くなっています。ちゃんとリードする場所なんかもあります。ほんじゃとりあえず絶縁シート取ってみるか。これで朗読が出るのかわかんないけど、始まり始まり。出ない、始まらずでした。引っこ抜いただけでは特に朗読はないんだ。ちゃんと説明書を見よう。まずはブックを開くと、ストーリー用朗読が流れます。で、音声は開くたびに変わって、全部で3種類の音声があるっぽいです。とりあえず1回、絶対悪いやつ。あまたの竜が秘めた力を解放するって、あまたって書いてあるからたくさん書いてあるのか。これのおかげで複数のドラゴンが復活するって感じなのかな。そしてページ開いた感じも、通常のブックみたいになんかちょっとこうグッと押し込むんではなくて、開いてる途中で音声が流れ始めましたね。ほんじゃ二つ目、要するに、話をまとめてくれたというか、要してくれましたね。要するになんて言うんだ。面白いな。ほんじゃ最後、三つ目の音声が、言い方悪、誰も逃れられない。本当に逃れらんないんだなって感じがするわ。ストーリー音声の3つは以上で、開いたブックの中に、まずこっちのライダー文字の方は、見てみた感じ、通常のものと特に変化はないわ。強化されたら何かしらここも変わるかなと思ったけど、特にそういうことはなかった。で、こっちのブックの方には、多分ど真ん中にいるのがジャオードラゴンで、表紙と同じでちょっと小さめのドラゴンが4体います。この辺がストーリーでも言われていた数多の竜だろうね。で、単体の音声、最後にこの一番後ろのボタン、背面のボタンを押すと、ジャオードラゴンとタイトル名を言ってくれます。タイトルの言い方がジャークドラゴンと比べると、
だいぶ言い方の悪さ加減が増えてますね。さあ、というわけで単体での音声以上なんで、これらを使って変身していきましょう。一応ちゃんと手順通りにやるか。まずは背面のボタンを押して、でページを開いて、でストーリーを流したら暗闇の方にリードほいっと、ジャオーリードって言ってくれたね。でこれで大気音が流れてるんで、ちょっと音絞っといて、ベルトの方にブックを装填。おお、ちゃんとなんかキーンって言って装填の音が流れました。で大気音が鳴ってる間に、ここの下の部分でこの上のボタンを押す。じゃあいきます。なんて言ってた、情報量多いな。なんだこれ、なんつってたんだ今。やたらガチめのデスボイスの音声が流れたけど、これなんだ。動画見てる分では字幕出してるからわかると思うけど、これは一体なんて言ってたんだ。あ、英語だ。ジャンプアウトザブックオープン。これは Google 翻訳さん案件だな。デスボイス含め変身音声がほとんど英語ですね、これ。久々の Google 翻訳、文章長えな。Jump out the book, open it and burst the fear of the darkness. You make right adjust, no matter dark joke, fury in the dark. 本を飛び出して、それを開いて、破裂させてください。暗闇への恐れ、あなたは、暗い冗談に関係なく、正しいことをします。暗闇の中で起こります。まあ、なんかすごいことをしようとしてるんだろうな。で、これ開いたブックだけど飛び出す絵本になっています。すごいなんかだいぶ開いて立体的な感じになってる。真ん中にはおそらく邪王ドラゴン。この真ん中の角がついた頭のところは別パーツになってる。ゴールドで目の周りが紫に塗られていて、で、両端には小さめのゴールドドラゴン。この辺のドラゴンはちょっと柔らかめの素材だ。いろいろとすごいことになってんな。そしてこの辺見えるかな？内側の方にね、なんかいろいろライダー文字は書かれてるんですよ。影になっててだいぶ見えにくいけど、右上のここに書いてあるのはジャオードラゴン。で、右下に書いてあるのがジャンプアウト。左上に書いてあるのが5匹。ドラゴンが5匹いるってこと。で、これが一番よくわかんなかったんだけど、左下の方には大は小を兼ねるって書いてあります。意味はわかるんだけど、なぜそれを書いたのかはちょっとわかんないな。ほんじゃ変身したんで、お次は必殺技。まずはブックを閉じて、必殺毒破というんで、この上のボタンを押すと、最後に You are over って言ってくれました。なんだこれ、かっこいいな。邪王で必殺技だからね。邪王演殺核流派かと思ったら全然違ったわ。まあ、そんなわけがないんだけど、邪眼の力を舐めるなよって言いたかったな。ちなみに今のは説明書曰く超必殺技遊びだったらしいです。先に強めの方やっちゃったよ。で、通常の必殺技はブックを外して、で、これで閉じていいのかな。あ、オッケーオッケー。で、これで他のと同じでちょっと長めにリード。ジャオードラゴンってちゃんと認識してくれてボタンを押すと、特に多分いつも通り下の句は変わっていないかな。さあ、そしてお次が気になるところ。そもそもだけど、ソードライバーには装填できるのかな。デカめだけどどうなんだろう。おいっと、あ、いける。いけるいけるんだな、すげえや。よし、呼んじゃいきます。一応聖剣の方も発行はしてくれてるけど、こっちから音声は流れませんでした。ソードライバーに装填できるんだったら、セイバー側でもこういうの出てきてもおかしくないよね。必殺技はどうなる？ほとんどエンブレム隠れるんだけど、とりあえずキック。伝説の真珠一殺撃。だいぶふわっとしてるけど初めて聞いたやつ。ほんじゃあお次は抜刀。必殺毒破。まあ、これ
こ抜いて閉じるのは無理だろうな。あれ？これが良くなかったかな。ちょっともう一回普通にやろう。抜刀はなんか知らんけどできないっぽいね。なんか知らんけど対応していないんだろうな。ほんじゃお次はリード。ああ伝説の真珠って言って、これ発光の方もなんか虹色になってるね。あんまり蛇王ドラゴンっていう認識をしてる感じではなさそう。ほんじゃさらに気になるところ2冊はいけんのかな。よいしょ。で、あ、無理だ。サイズがでっかいから隣の方にはブック装填できないわ。じゃあ離れたこっちにやれば一応装填はできるね。完全に音声がこっちの方に支配されちゃうから2冊目の音声は流れないね。さらにこれ形状的にこっち側が飛び出てるから左端の方には装填できません。だから多分形的に物語のやつはこれでは出ないんだろうな。真ん中の方は、あ、いけるけど、こうすると両方に装填できなくなって完全に独占されますね。要するにソードライバーにはあんまり向いてない。はい、というわけで今回は仮面ライダーカリバー蛇王ドラゴンに変身するためのアイテム、デラックス蛇王ドラゴンワンダーライドブックを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。今までのブックと明らかに毛色が違うというか、まあ、そもそものサイズが違いますよね。今回は通常のブックと違って開くと飛び出す絵本みたいになるっていう、本っていうモチーフを存分に活かしていますね。紙一重で小さい矢を取れば蛇王、あとちゃんとソードライバーの方にも装填はできたからね。途中にも言ったようにセイバーたちにもなんかこういうブックが出てくるんじゃないかなっていう風にちょっと期待はするね。そして次の最新話で蛇王ドラゴンになるんだろうけど、ジャークドラゴンの時点で3冊揃った3人がようやく太刀打ちできそうっていうくらい結構強かったから、それがさらに強化されたらもうとんでもなく強くなるでしょう。本編ではどのくらい強いのかも楽しみだね。そしてレジェンド系のブックも結構溜まってきたから、ちょいちょい紹介していかないとな。まあその辺はおいおいやっていこうと思ってるんで気長にお待ちください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。